はい、まあノンカツ、野村克也情報局みたいなやつ買ってて、一応週末酒場みたいな形で、今日は日曜日なんですけど、2023年の日曜日の26日ですよね。まあまだ寒いんですけど、ちょっと最近はバンされた件についてで、初めてちょっとバンされちゃったんですよね。バンっていうのは、YouTube っていうのは不適切な動画とか、その YouTube の規約に抵触するような動画を作った場合は AI がチェックして弾いてるんですよね。で、たま一聞いた話によると AI でざっと削除されるんですけど、別に問題がないということであれば復活してくるんですけど、僕の動画はちょっと復活してこなかったんですよね。で、まあ、なんていうか、バン初体験みたいな、やつで、ね、されて何を入れてんっていう話になるんですけど、その、なんていうんですかね、まあ、言ったら、まあ、多分まあ、わかるっていうか、まあ、コロコロの話だったんですよね。で、今日もコロコロって言うんですけど、コロコロは何かっていった病気の話って言ったらもう分かると思うんですけど、で動画を上げてで大体4時間くらい経って、やっぱちょっとね喋ってて、ワクワクとかね、ワクワクっていうのは、そうワクワクは注射なんですよね。コロコロは病気なんです。名前言ったらそれはもう分かると思うんですよね。ワクワクは病気、コロコロ、ワクワクは注射、コロコロは病気なんですけど、まあ、今日はもうさすがにもうバンとされたくないんで、もう完全にその辺は気をつけてやるんですけど、なんて言うんですかね、そのコロコロとワクワクみたいな組み合わせなんですけど、まあちょっとバンされてしまって、で上げてから、まあ、ちょっとね僕急いで一発撮りしてすぐ上げる癖があるんで、あんま先週もしないで、まあその方がまあ楽なんで、 YouTube っていうのは、まあ、ちょっと今日はワクワクコロコロの話だけじゃなくて、ちょっとバンされた話っていうことみたいになってると思うんですけど、もう一発撮りして、もう本当は音楽とか入れた方がいいんでしょうけど、一発撮りしてポンと上げるっていう、まあ、その方がね、僕結構ね、投稿回数自体はね結構ね早いんですよね。で、喋り動画、歌い動画で、エクササイズ動画なんですけど、エクササイズ動画もちょっと頑張らなダメなんですけど、歌い動画、食べ動画とかね、まああるんですよね。で、それやっててネタ多いんで、まあ、そういうスタイルなんですよね。だからまあ収益化はそもそもそんなに狙ってないっていうか、そうなんですよね。まあ、そんなに地道にやろうみたいな形で、でそもそもが僕もね、いろいろヤフーコメとかコメントとかね、ぼちぼちやるんですよね。 LINE とかでも、まあ、チャットしたりとか、そう、コロコロの病気の話っていうのはインターネットでね、盛り上がったんですよね。でちょっと話題を振ってみたら、そこのメンバーがすっごい食いついてきて、今超過死亡が増えてる件っていうのがあると思うんですよね。去年の超過死亡みたいなのが増えてて、これなんでやみたいな話になって、すごいまあ論争ができて、論争っていうか、いわゆる正統派っていう人たちですよね。正統派っていうのは、まあ、そんなことあるわけないやんみたいな、陰謀論的なこと言うなみたいなグループとちょっと面白いやり取りになったんで、まあ、それをネタにして一本作ろうかなみたいな、まあ、話やったんですけど、まあ、とって自分的には気に入ってたんですけど、上げて4時間っていうことは、まあ
なんていうんですか、4時間でもう消されてたみたいな、で戻ってこないみたいな話なんで、なんで4時間後にチェックしたかっていうのはやっぱ若干ね、危ないかなと思って、ちょっと編集してもう一回上げ直そうかなと思ったら、もう速攻でやられてたみたいな話と、で僕の YouTube 動画ってまだそこまで収益化するまでいってないんで、全然なんで、まさかそんなに早く、なんていうんですか、その前だ動画がチェックされて、言うたら動画って言ったら世界中から出ててる、多分 AI が検索、チェックしてる、まあ、誰かが通報したんかもしれないですよね。まあ、早かったですね。で、やっぱしね、YouTube っていうのは、広告ついてる人とかっていうのは、なんていうんですかね、やっぱ喋る内容とかも気をつけないと、その、広告がつきにくいみたいな、やっぱしその、まあ、あるんですよね。だからやっぱし、その当たり障りのないお笑い的なものとかやったら、そのまあスポンサーとかもいいんですけど、やっぱちょっと過激なものとかっていうと、やっぱりその会社さんが提供している商品のイメージに対とって、それにスポンサーつくのはどうかっていう判断もあるらしくって、まあでもやっぱしね、その広告つくまでの YouTuber っていったら、やっぱしまあ、ある程度 その登録者数であったりとか、アクセス数、まあ、言った視聴者数とかも稼いでるあれなんで、まあ、言ったらそのチェックが入りやすいっていう、スポンサーもついてるし、まさかまあ僕みたいな、そんなに、なんていうんですか、視聴者がついてないような YouTuber がこんな短時間の間に、なんていうんですかね、バンされるなんていうのはちょっとまあ驚きやなみたいな、結構ね、まあでもそもそもはなんでね、そのワクワクとコロコロの話をなんでそこまでね、絶えずね、そうワクワクとコロコロの話は、なんていうんですか、すごいね、結構最近やっぱしね、なんていうんですか、やっぱ超過脂肪みたいなのがね、謎の超過脂肪みたいなのがね、やっぱしね、ワクワク注射をしてからやっぱ増えてるっていうのもあると思うんですよね。でも日本とかでも、まあ、定期接種みたいにはね、なっていくらしいんですよね。定期接種っていうのはもう4月で、4月が5類になるんですよね。コロコロは5類になるんですよ。で頃になるんですけど、昨日もね、なんかね、またね、まあ、その知り合いとかと話してて、言われたんですけど、まあその正統派の人で、まあ言うたら、コロコロとかワクワクについてはその嘘が多いから、まあそのチェックされるんやみたいな、まあね、まあ嘘って見える人、まあね、その人がどれくらい、まあね、やっぱ通常毎日やっぱ週5働いてたら、そんなに何て言うんですか、推察したりとか掘ってったりとかしないと思うので、まあ、そういう風に見えるんかもしれないけど、まあ、そうなんですよね。まあ、なんかつらつらつらっと喋って、あともうちょっとなんですけど、もうこれからね、定期ワクワク注射はこれから定期接種になっていくらしいんですよ。だから5類に下げたみたいな話があるらしくて、でちょっとね、 YouTube バンされた話とかいろんな話になったんですけど、僕なんでねこれ話すって、まあ僕例えばいろんなところに、ちょっと思った時、動画見た時とかにコメントする、コメントまでもないんですけど、1週間にね 2,3 回はその自分がちょっと刺さるようなトピックスにはちょっとその書くんですよね。で、まあ、できるだけその、なんていうんですか、そのもちろんインターネットなんかで言われてるような、まあ、暴言なんかとかはもってのほかなんですけど、とにかくそのそれなりのコメントをやって、やっぱその反応を楽しむみたいな、ツイッターもそうなんですけど、ツイッターもやってるんですけど、まあ、それが僕のやり方なんですけど、ツイッターもコメントもやっぱし短文なんでね、ちょっと言い切れないことがあって、それをそのなんていうんですか、こういう場を借りてですね、ちょっと表現していこうみたいな、まあ自分の表現の場ですよね。で
もうちょっと掘り込んで喋っていくみたいな場にするのが YouTube の僕のまあスタンスなんですけど、そうなんですよね、バンされちゃったんですよね。バン初体験みたいな形で動画撮ってみました。ではさよなら。イエイ。